こんにちは、油見長男です。やってきました、オートバイのカタログ紹介のコーナーです。今日もね、30年ほど昔のオートバイのカタログを皆様にご紹介していくわけですが、今日はね、30年前も売られてて今もなお売られてるあのバイク、ヤマハさんのバイクのご紹介となります。さあ、もうこれだけのヒントでね、バイク好きの方はもうあれだって分かったと思います。分かりますか？まあ早速じゃあ行きましょう。今日ご紹介するバイクは名車、これです。ドン！ヤマハ SR400、SR500 です。懐かしくもあり、現役でもあり、本当にシーラカンスみたいなバイクですよね。これね、もう本当に SR、 なんだ SR って思われる方もおられるかもしれませんが、それだけね、すごいバイクなんですよ。もうずっとありますからね。そして一定以上の人気が常にあるっていう。で、何がすごいってね、まあ後で言いますけど、価格がね、今とはもう比べ物にならんぐらい安いです。なんであんなに上がっちゃったのかな、 SR、 時代背景ですかね。まあとにもかくにも、今日は超ロングセラーの、現行、現役のバイク SR をご紹介していきたいと思います。はい、そんなこんなで SR です。かっこいいですね。ヤマハさんはそういう、なんていうんですかね、カタログをかっこよく、写真撮るっていうのが僕はうまいメーカーだと思ってますが、皆さんどうお考えでしょうか。これもね、あえてバイク全体像を入れないあたりが憎いですね。でまた SR が渋い、かっこいい。本当にこのバイクはあの、大きなモデルチェンジなくして、30年も40年も、作られてるなぁと感心します。はい、表紙だけ見てもパッと分かりますようにね、昔はね、フロントブレーキがドラムでした。うん、ディスクになったのはまあ最近って言ってもだいぶ前ですけど、もっと後になってからの話で、当時はね、前後ともにドラムブレーキでした。はい、じゃあ見ていきましょう。ドン。その鼓動さえも温かいね、いいシーンですね。うん、これも懐かしいカラーですよね。よっ、赤ですね。個人的にはあんまり SR に赤というか、この赤はあんまり個人的に好きではないですね。まあまあ僕の好みはどうでもいいんですけど。はい、文字読みたい方はね、一時停止をした後でゆっくりご覧ください。 SR いいっすね。クラシカルでいいっすね。本当にバイクらしいバイクっていう中では、僕の中ではもうベスト3に入るバイクですね。はい、開けていきましょう。ドーン。お、かっこいい。これいいっすね。このバイクね、皆さんご存知だと思いますけど、あのセルついてないですからね。キック始動オンリーですから、こうやってキックでエンジン目覚めさせるのはもう SR 乗りの仕事というか儀式ですよね。これまたかっこいいですね。ちょっとね、大げさにやってる嫌いもあるんですけどね、僕はあの素直にかっこいいなと思いますね。伝統のビッグシングル、さらに成熟した走りの原点、30年前でもうこんなこと言われてたんですね。はい、文字読みたい方はまた一時停止でね、お願いいたします。はい、ワインディングセクションを軽く流すコーナーからの立ち上がりが心地いい。そうなんですよ、飛ばして気持ちいいじゃなくて、あの鼓動感がね、気持ちいい、心地よいっていうね、そういうバイクなんですね。これあのヤングマシンとかでね、レポートというかインプレッション書かれてるテストライダーの方々も同じようなことを言われておりました。なんか生きててよかったな、ああ幸せだなと思える乗り味、鼓動感だそうです。もう僕もね、ものすごくね、それは分かります。まあ峠が似合うかっちゃ似合わないですけど、この写真はかっこいいですね。本当にデザインいいですね。 SRX もね、こういうメーターにしたらよかったのになと時々思ったりもします。このね、 SR のメーターかっこいいじゃないですかね。白い文字盤も似合ってると思いますよ。はい、こんな感じですね。はい、なんかね、時代時代によって SR はね、ライダーのポジションがね、ちょっと変わってるみたいです。
このモデルはバックステップ、ややねステップが後ろに移されたそうです。まあこれね、長い話すると、後々また戻されるんですけどね、まあ、時代時代でいろいろと変化しているといったところでしょうか。ね、いいバイクですね。これ表紙と同じ写真かな。磨きがいがあるね、いじりがいがある、綺麗なバイクだと思います。はい、もういきなり終わりましたね。こんな感じでした。で、基本設計がもう400、500一緒なんで、当時のカタログに漏れず、これもね、一つのカタログで2種類 400cc、500cc、 2つのカタログを扱っておりました。ではね、走行曲線見てみましょうかね。はい、出力は見事になだらかに上がっていきますね。トルクはまあ若干波があるようですが、気にならないレベルだと思います。500の方がね、トルクなだらかですね。はい、最高速度はね、これで見るにつれて150キロぐらいですね。なんか面白いのがね、400cc の方が最高速度のね、高いところまで行ってるのがなんでかなっていう気はしますけども、だいたい SR400 テストしたらね、150キロ出ませんからね。600じゃないわ、500はどれぐらい出るのかな、まあ、同じぐらいかもしれませんね。ギア比の問題があるから、排気量が大きいからもっと出るっていうわけでもないかもしれませんのでね。じゃあ最後スペック見ていきましょう。スペックどうこういうバイクじゃないんですけどね、まずね、乾燥重量 153kg、 先日紹介しましたあのガンマ400とほぼ一緒ですね。まあ、比べてどうするんだって話なんですけど、これが重いのかガンマが軽いのか、まあ、それはガンマが軽いんですけどね。はい、燃費、これね、やっぱり時代背景ですね。60キロの低地燃費、走り続けた時の燃費で、400cc がね、リッター46キロ、500cc が48キロと、なんか不思議ですね。 500cc の方がカタログ上燃費いいんですね。で、燃費に関してなんですが、このバイクに限っては実用燃費がすごくいいです。大体のバイクがね、この60キロ低地燃費の、まあ、下手したら半分ぐらいしか走らないんですけども、これは本当にもうリッター30とか走りますからね。すごいなと思います。キャブレーター化したね、今の SR はね、リッター30どころかもうちょっと伸びるみたいですよ。はい、はい、じゃあ最高出力、あんまりこのバイクには関係ないですけどね、400が27馬力、500が32馬力と、街中でね、シングルのね、鼓動を楽しむには十分な馬力だなと。400はね、高速道路ではやっぱりパワー不足否めないんですが、気持ちよく走るという前提ではもう十分な馬力であると思います。まあ高速道路 SR で走ってる方の動画見てもね、なんていうんですかね、ものすごくパワー不足でつまらんということはなさそうです。はい、始動方式はキックオンリーです。燃料タンク14リッター入ります。もうちょっと大きくてもいいと思うんですけど、燃費の良さがこのタンクの容量をカバーしていると思います。ね、そんな感じです。ブレーキね、前後ブレーキはドラム式となっております。タイヤはね、前後当然チューブですね、パンクが怖いチューブですが、まあスポークホイールが似合ってるんでね、いたしかよしといったところでしょうか。はい、じゃあ最後にお値段いってみましょう。ドーン、 SR400 39万9000円、 SR500 43万円。ね、安いでしょ。今 SR の400でももう60万近くしてるような気がするんですけどね、当時は40万を切る39万9000円でした。で、この価格がね、しばらく続くわけですよ。僕は SR400 というともう39万9000円ってイメージがすごく強かったんで、最近見た SR のその60万弱の価格見た時はちょっとびっくりしましたね。いくら30年経ったからといって、ねえ、何パーセントの値上げになるんでしょうね。50% か、 150% 値段になるとは思いませんでした。まあフィエルインジェクション化したりいろいろあるんでしょうけどね、基本設計あんまり変わってないのにね、そんだけ上がるっちゅうのはやっぱ物価の上昇率もあるとはいえね、もうちょっと安くしていただけると嬉しいです、ヤマハさん。はい、
そんなこんなでね、今日はヤマハの名車 SR400、SR500 のカタログ紹介になりました。まあ SR のカタログ私たくさん持ってるんですけども、中で一番古いのがこれなんでね、これをご紹介させていただきました。また機会があればね、段階を追ってね、新しいのを紹介していきたいと思います。まあその前にね、いろいろ他のバイクやりたいと思いますんで、ご希望の方おられましても少々お待ちください。まあそういったところで、これからもいろんなバイクねご紹介していきますのでね、もしリクエストあったらね、コメント欄にお願いします。もし僕が手持ちである、あるようでしたら、優先的にご紹介いたします。そんなこんなで油見長男でした。それではまた。